ところに来てくれたね。頭パンクしそう。そんな一気に詰め込もうとしなくても大丈夫だよ。ちゃんと資料も用意するからさ。文字情報だと目が滑るんだよ。引き継ぎだからしっかりやりたいし、頑張って聞くから続き。いや、このまま続けても効率が悪い。一旦休憩しよ。ちょうど君に話しておきたいこともあったしね。話しておきたいこと？今ウルクに伝えていたことを含めてきちんと説明しておきたいんだ。僕はアークスの管理を段階的に手放そうと思っている。演算や予測は引き続き行うけど、管理についてはウルクや六号、アークスのみんなに任せるつもり。集中管理は危ないという経験からとか、アークスの独り立ちのためにとか、理由はいろいろあるけれど、一番の理由は深淵なる闇の抜本的対策を算出する演算に集中したいから。答えがあるかどうかもわからない問題さ。けど何もしないわけにもいかない。もう犠牲を生みたくはない。深淵なる闇をとどめておけているのは君のペルソナのおかげだ。復活しかけた深淵なる闇を君が抑え込み、力を削ぎ落とす。力の落ちた深淵なる闇の内からペルソナが表に出てきて、その能力を行使し時間速攻する。自分の時間を巻き戻す。深淵なる闇復活直前の状態まで。そこまで戻るのが限界。それを繰り返しているおかげで深淵なる闇はあの地に留められているんだ。でもそれだとペルソナはずっと。そう、ペルソナを犠牲にし続けている。それにこのサイクルもいつまで持つかはわからない。だから全てを救う方法を探すため、僕は徹底的に演算を行いたいんだ。とはいえどうにもまだ一波乱ありそうな感じだけどね。ちょっと大変だ。アフィン、相棒もいるのか。俺にもなんて説明したらいいか。行くねえから、いやどっかから出てきて、いや生まれて、ああもうなんて説明したらいいのか俺にもよくわからないんだ。とにかくこっちに来てくれないか。見れば一発でわかるはずだから頼んだぜ相棒。なんていうか大混乱って感じだったね。アフィのバイタルは問題なしだから命に関わる問題ではないようだけど、あの慌て方は尋常じゃないね。誰も知らない新たな未来が紡がれ始めている。僕が君に託すマターボード、おそらくこれが最後かな。あれに変わる可能性の可視化についてはいろいろ考えてるけど、まあそれは別件か。とりあえず いつも通りよろしく頼むよ。来てもらって、いや本当なんて説明したらいいか分かんなくて。とにかく見てくれよ、それで分かってくれるはずだから。わざわざあなたが来たの？まったく、どんどん話を大きくして。だってさ、あらお客さん、わざわざ私に会いに来てくれたのね。
リー・ダークスさんね。はじめまして、私の名前はアウロラ、よろしくね。と言ってもこの名前じゃあなたもピンとこないわよね。そうね、あなたにもわかるように言い直すとすれば、私は一番最初のアプレンティス、原初のアプレンティスってところかしら。何が原初のアプレンティスよ。アプレンティスの時のことをほとんど覚えてないくせに。中途半端の野蛮人に言われたくないわね。わけわかんないことになってるだろ。そばにいた俺はもちろん、当事者のユクネーでもわけがわからないんだ。突然ユクネーの中から自分をアプレンティスとかいう生意気なチビが生まれてきて。ちょっとアフィ、生まれてきたとか言わないで、気分が悪いわ。それはこっちのセリフよ、野蛮人。あなたが中途半端なせいで私もこんな子供の状態になっちゃうし。まあもっとも、若くありたいっていう私の願望は叶った型取りだし、別にいいんだけどね。はじめに言っておくけど、私には私が復活した理由さっぱりわからないから。わかっているのは、今の私はユクちゃんと一体化しちゃってて切り離せない状態ってことぐらい。ほんと、いい迷惑。またまた、悩み共有できる相手ができて嬉しいくせに。子たちに聞いても、私自身の記憶をたどってもさっぱり。だからあなたに聞きたいの。あなたは私がこんな風になって出てきちゃった理由わからない？アプレンティスの中にあった残りカスのような私が、今この時中途半端にかたどった理由が。またってどういう意味？言葉通りの意味よ、ゆっちゃん。それ以上聞きたいなら私のお願いも聞いてもらわないと。ギブアンドテイクってわかる？今の人にはわからないかしら。何様のつもりよ、あんた。昔は女神様って呼ばれたこともあるわよ。せっかく復活したのだから、この惑星を回ってみたいのよね。もしかしたら私とユクちゃんを切り離す方法が見つかるかもしれないし。ふん、約束は守りなさいよ。ちょっとユクネ、シャオに報告。相棒、報告しておいてくれるのか。何から何まで悪いな、頼む。おい、行くね、待てって。